今ですね、横浜本牧駅の方にね、来ました。そうしましたらですね、神奈川臨海鉄道の車両がですね、ここを運行しました。で、今度からですね、ここに来ることに決めました。土曜日、なぜかっていうとですね、本牧のね、方の運行がですね、11時47分なんでね、先ほど行った本牧ポートハウスのとこ11時45分なんで、47分なんで、時間がね、相当あれなんでね、また11時今度40分にですね、ここを出て47分ぐらいでね、ここを出て行くみたいで、ここまで来ればよく見えますね、やっぱりね、車両をちょっとね、見れるみたいなんで、あれですね、なんか踏切がいっぱいありますね、ここがですね、噂のカナリンの株式会社のね、本牧駅ですね。今なんかあそこで止まったみたいなので、ちょっと撮影に行きましょう。ここまで来れば結構見れるんですね、いいですよね、カナリンの車両もここまで来れば見れるって、なかなかね、ここでね、電車見れるってあんまりないですからね、線路の横で。あ、コンテナ運んでったんですね。コンテナもなんかタンクもあるみたいなんで、まあ横浜ってすごい楽しめるんでいいですよね。え、なんか線路いっぱいありますけど、ここがね、神奈川臨海鉄道の駅でございます。